豪華チャンネル。豪華チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。年末年始特集、この年末年始特集も今日が最後でございます。カテゴリー別にいろいろ私が特に注目している車をご紹介してまいりましたが、今回は D セグメントの SUV と、E セグメントの SUV と一気にやっちゃうと思うんですが、もうとにかく、まあ、昨日の C セグメント SUV もそうでしたが、もういろんなメーカーがいろいろ出してきてるものですから、もう全部話すのは大変なんで、まあ、特に私が注目している車をご紹介したいなというふうに思ってるんですが、まあ、やっぱりまず、まあ、D セグメント SUV から話をしようと思うんですが、ボルボの XC60 はやっぱりいい車ですね、相変わらず。で、まあ、この車に関しては、またパワーユニットなども新しくなっていくというような話を聞いているので、まあ、今年あたりですね、何かそういうのが出てきたらいいなというふうに思ってるんですが、まあ、このボルボの XC60 は出た当初からいい車でしたけれども、このより熟成が進んでより良くなっているかもしれません。まあ、ここ最近乗ってないんですけれども、いいなというふうに思っています。それからですね、BMW の X3 もうちょっとこれ乗ってしばらく経っちゃうもんですからあれですが、X3 に関しても、まあ、XC60 と同じようにですね、結構 XC60 もスポーティーにも走れるんです。そしてコンフォート性能も高いんですが、 X3 もそういったフィーリングに近い、モデルだったなというふうに記憶をしています。もうとにかくスポーティーに走りたいんだという方はアルファロメオのステルビオがいいと思いますけれども、私はあまりこのステルビオに関してはですね、いくつかこう注文したいところがあってですね、まあ、割とラグジュアリーパッケージなんかは気持ちよく乗れたんですが、ちょっと足回りがこうゴツゴツしているようなところがあったり、まあ、安全システムに関しては他のブランドの車に比べるとちょっとこう周回遅れというとちょっと言い方がきついかもしれませんが、そんな印象を感じたのは事実でございます。 F ペースもすごくスポーティーでだったんですが、 F ペースに関しては出た当初ですね、インテリアのよく触れるような部分が意外にこう質感がもう一つパッとしないなという印象があったんですが、なんか改良が加えられているようで、最近なんかちょっと革風のものが、これグレードによるのかもしれませんが、巻いてあったりして、F ベースなんか徐々に良くなってるみたいですよ。ぜひそのあたりも気になっている方ご覧いただきたいというふうに思っています。まあ、新しさから言うとベラールなんかもかなり新しい印象ではあったかなというふうに思います。それからまあ地味なんですが、ホンダの CR-V、この車もなかなかいい車で、まあ、国産車で、ある自動車メーカーからこの CR-V のコンペティターに当たる車が新型で出てきたんですが、まあ、そっちはすごい大人気で売れてるんですけれども、この CR-V はなかなか、もうこれは出た最初からですね、まあ、ある自動車メーカーの車とこの CR-V っていうのはコンペティターで、当初はもう本当コンパクト SUV だったんですが、もう知らないうちにどっちも育ちまして、アメリカ市場がメインみたいになっちゃって、随分肥大化したんですけれども、今の CR-V なかなかいいんですけどね、ハイブリッドなんか特になかなかいいんですが、まあ、あまりテレビコマーシャルもしてないからっていうのもあるのかもしれませんけれども、まあ、改めて皆さんに見ていただきたい、車の一つではあるなというふうに思っています。それからもっと大きい E セグメントの SUV で、私は特に実は感銘を受けたのはアウディの Q8 でした。でアウディの Q8 もそのなんて言うんでしょうね、SUV とクーペを足したような車っていうのは、まあ、他のプレミアムブランドもあって BMW だったら X6 ですし、メルセデスですと GLE クーペっていうのがあるんですが、なんかどっちもですね、SUV の格好をしていながらもなんかこう後ろがこうグーッと下がってきて、後席の頭上空間が狭くてですね、
鉱石に乗った時にあまり快適ではないなというふうに思ってたんですが、 Q8 の方はちょっとベクトルを変えまして、クーペ風のスタイリングと言いながらも鉱石もゆったり座れるし、荷室空間もゆったり乗れるということで、非常にこれはこっちのベクトルの方が私はいいなというふうに思いましたね。で、アウディのフラッグシップ SUV を名乗るだけあっても走ってもとってもこう気持ちいいですし、運転支援システムも非常に充実していますし、値段はかなりするんですが、ただ今までアウディの A8 というようなフラッグシップセダンがあった中でですね、この車だったら多少路面の荒れたところだったり、もしくは災害が起きた時にでも、セダンだったら越えられないようなところが Q8 では越えられるというような可能性があったりということも考えると、この Q8 っていう車の存在価値はかなりあるなと、特にそれなりにお金を持っている方などはこの車、注目に非常に値する車じゃないかなというふうに私は感じました。それからボルボの XC90 のディーゼル、これが良かったですね。もっと早く入れといてほしかったなと思ったんですが、今まではガソリンで、ガソリンのターボ、もしくはガソリンのターボとスーパーチャージャー、もしくはガソリンのターボとスーパーチャージャーと電気モーターというプラグインハイブリッドの3種類だったんですが、 D5 というディーゼルが加わったんですけれども、やっぱり重量級のこのボルボの SUV に関してはやっぱりディーゼルエンジンというのが非常にマッチングがいいというのがこの XC90 に乗って体感することができました。特に D5 というよりですね、 D4 エンジンよりもパワーもトルクもアップしているのが非常にこの XC90 にマッチしていまして、すごく気持ちよく乗れました。4気筒の2リッターとは思えないようなトルクと力強さ感で、 XC90 ならこの D5 が一番だというふうに私は感じました。それからですね、昨年オフロード走行試乗というのを初めてやりまして、私もオフロード何回か乗ったことはあるんですが、あれぐらい長く乗ったのは初めてだったかもしれませんけれども、ランドローバーのディスカバリー大きいんですけれども、でもやっぱりランドローバーの四輪駆動の走破性ってやっぱすごいですね。もうただ単にドライバーはアクセルを踏むか、ブレーキを踏むか、ステアリングを切るかさえやっていけば、もうあとは電子制御で何としてでも這い上がっていくというようなのがですね、ディスカバリーで感じまして、まあ、なかなかそういった道路が日常生活ではないんですが、まあでもそういった機能というか性能を秘めているというのに大変驚かされましたね。非常にこの辺りは、いい経験をさせてもらったなというふうに思っています。BMW も SUV、まあ、そこは SAV というんですが、スポーツアクティビティビークルというのを風に言うんですけれども、一番大きな X7 なんていうのも出てきて、これも名古屋モーターショーの会場で見てきましたけれども、まあすごいですね、ラグジュアリー SUV でした。まあ、BMW の SUV は走りもよりスポーティーで俊敏にいけるというのがやっぱり他のメーカーとはなかなか違うところかなというのが特徴だと思います。今日は D セグメント SUV と E セグメント SUV をご紹介してまいりました。この年末年始特集いかがでしたでしょうか。皆さんの反応を見て、今年もやるかやらないかまた決めようかとは思うんですけれども、まあこういったように1年の、まあ、まとめというか1年最後にですね、このセグメントで特に私が注目している車っていうのを紹介するのも何か皆さんのお役に立てればというふうには思って、今回この企画を考えました。で、昨日もまあアナウンスしましたけれども、今週というか明日明後日ですね、1月4日5日オートプラネット名古屋で、オールブランドニューイヤーセールという毎年恒例のイベントを開催いたします。このオートプラネット名古屋というところで、館内にですね、いろんな輸入中古車、未使用車などなどをですね、ギュギュギュッと詰め込みまして、お値打ち価格で、皆様にご提供するというイベントで、非常に皆さんに喜んでいただいているイベントです。今回ももうゴーカーチャンネルのほぼレギュラーと言ってもいい多田絵梨香さんを捕まえまして、2日間一緒に私と館内でいろいろあーだこーだ言って喋りたいというふうに思っています。で、またゴーカーチャンネルでもライブ中継をしようというふうに今考えてますので、そちらも皆さんどうぞ楽しみにしていただければというふうに思っています。ぜひ、まあ、近くの方はお越しいただきたいと思いますし、来れないという方はライブ放送でコメントなどをいただければ嬉しいなというふうに思っております。では、皆さんぜひその明日
ですね、動画もしくは現場でお会いしたいというふうに思っております。今回も豪華チャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。